入場だよ。はい、ということでですね、本日はりゅうちゃんの購入品紹介です。イエーイ。今回は久々にりゅうちゃんのお洋服を買いました。メルツのお気に入りのこのねディーゼルのお洋服 14Y っていうサイズまでしかなかってりゅうちゃん 16Y なんだけど、久々に見たら 16Y の服があったから、うん、ディゼルでも買ったし、うん、あともう一個リュウちゃんが普段愛用してる、うん、トミーヘヘヘっていうブランドがあるんだけど、うん、そこでも165とかいうサイズとか、うん、160っていうサイズの服があったから、うん、買いましたって、そういう感じでしたって。わかりましたってちなみに、はい、今回も最後にね、イケメンリュウチェロによる着用してのファッションショーがあるので最後までお楽しみに。はい、じゃあ行きましょう。でーん、いざ開封の儀。え、愛の共同作業しなくていい？大丈夫でーす。ね、そこガムテープついてないよ、りゅうちゃん。ここで。ここ開けてたじゃん。こっからね、ご紹介しちゃう。だってまあ、ZOZO でもさ、え？どうしたの？やらかしたわ。違う日に買ったの、ネットで、うん、はい、まずはこちらです。じゃーん、フラッグロゴ T シャツ、カラーがライトブルーとホワイトです。これね、うん、ママがね、あれ全然違うデザインのもの買ったと思ってたんだけど、一緒のデザイン色違いしてた。でもさ、トミー言ってるけど、ママ実際これなんて読むか分かトミーヒルフィガーだって。ヒルフィガー、うん、なヒルフィガー、ヒルフィガー、覚えた？はい、なんていうブランド？トミーヒルフィガー。息もれもれ。え、可愛くない？どっちの色が好み？水色？この水色可愛いよね、うん、やっぱね、ママね、こうベタにロゴが載ってる T シャツが好き。じゃーん、あっ、手焼きカッパみたいで、カッパ誰がカッパや裏はね、何もないの、後ろのとこになんかちょろんってあるだけで、かわいい。え、かわいくない？どう？かわいいと思う。続きましてはこちらです。じゃーん、オックスフォードストライプシャツ、お値段が5775円です。これさ、中にさ白のタンクトップとか着ちゃってさ、上に羽織る感じで着たら超可愛くない？しかも見て、後ろも可愛い。トミーヒルフィガー、そう、可愛くない？ヒルフィガーね、これリュウちゃんってイケメンだから、やっぱさ、ほら、何色着ても似合っちゃうんだよね。そうだね。うん、どう？ママのセンス、まあいいんじゃない。続きましてはこちらです。じゃーん、ロゴスウェットショーツ、お値段が、5390円です。これね、白の短めのハーパンだね。かわいよー。で、後ろはシンプルね、こうにちょんって、かわいい。しかもさ、見て、うん、この紐もさ、これどっかで見たことあるよね。ないないない、これは持ってないよ。え、ね、白だから汚さないでね。分かった、今日カレーうどん食おう。何の家柄せ。続きましてはこちらです。じゃーん、フラッグポイントスウェットショーツ、お値段が5390円です。え、これなんか一瞬出ちゃうかと思って。え、違うよ。じゃーん、かわいい。上がこっちてか、ママこれなんて読むの？トミーヒルフィガー。よし、これさ、色がめっちゃ可愛いと思ったの。色めっちゃ可愛くない？これ。これ最初のしくじったやつと合わせられるの。あ、これセットアップみたいな感じで。水色マン。あ、可愛い。この水色可愛い。これでさ、うん、湖にギター入れてね。可愛い。めっちゃ可愛い。続きましてがこちらです。ロゴデニムショーツ、カラーがインディゴで、お値段が6930円です。赤ちゃんってさ、うん、同じこと何回でもやるよね。赤ちゃんって。ほんとね。ね。ママ。ん？これなんて読む？トミーヒルフィガー。
可愛くない？デニムのさ、ショーパン持ってたのにさ、全部チンチクリになっちゃったじゃん。あ、整理した時の？整理したやんか、ズボン。パツパツやったやん、履いたら、こういうの。だから、新しく買ったの。いい色じゃん。夏っぽい色じゃん、ほら。明るい色で。これ、肌触りいいやつやん。肌触りいい？ほんとだ。肌触りいい。もっとスリスリのして。続きましてはこちらです。じゃん、ベルテッドチノショーツ、お値段が6160円です。だけやこんな感じ。かわいい。これさ、さっきさ、ママがかわいいって言ってた水色よりもちょっと濃いめの。濃いや、濃い水色。うん、すごい、ベルト付き。これはね、ちゃんとね、ボタンとこのこれチャックのやつね、グッチちゃんのやつはね、ここ全部ボタンだったりしたよね。忘れ物だから覚えてる。え、グッチのさ、ストラップのセットアップのやつ、水色のお洋服。あ、ズボンのさ、ここがボタンだったからちょっとややこしいって言ってたじゃん。まあいいや。今回さ、ちょっと色味がすごい夏っぽくない？水って感じがする。水色が美味しい。水色が美味しい。こんな感じで、とりあえずトミーは終わり。次はね、うん、ママの好きなディーゼルちゃん。まずはこちらです。じゃーん、リュウちゃんのパンツ。これ来ると思わんな。え、でもどう、可愛くない？これ何色が好き？これはオレンジだよ。オレンジなの？え、オレンジだよ、よく見て、オレンジだよ。いや、ちょっと遠いし、光の反射ちょっと。どんだけ目悪いの。続きましてこちらです。じゃーん、ディーゼルプリント半袖 T シャツカットソー。お値段が、4256円です。これね、通常だと8030円、タイムセールかなんかになってたの。めっちゃ可愛い。どう？あ、まあ、これなんて言われたの？赤文字。ブレイク。これは？ノー。じゃあこれは？ザ・ルールス。約束なんか知らねえってことじゃね？裏は？無地。どう？まあ、どっちかっていうと可愛い。可愛い？初頓でございます。初頓でございます。はい。はい、続きましてはこちらでございます。じゃーん。ポロシャツ。こちら通常11880円が、セールでね、5702円でした。ポロシャツって何か知ってる？知らない。ポロシャツは、ほら、こういうの、ポロシャツっていうの。わかる？この素材、触ってみて。で、こうやってボタンついてんの。こういう形をポロシャツっていうの覚えておいて。ポロシャツだよ、ポロシャツ覚えておいてな。わかった、ポロシャツ、ね。そう、ポロシャツだから覚えておいて。うん、かわいいじゃん。いいやん、いいやん。爽やか。いいね。後ろはね、無地、何もない。ディーゼルかわいいわ。じゃあママ、今日これとあのさっき紹介したさ、うん、トミーフフィアー、キルフィガーやん。キルフィガーのズボン着て、うん、カレーうどん食おう。絶対嫌。はい、次はラストなんだけど、アルマーニエクスチェンジメタリックロゴ半袖クルーネック T シャツ。これね、通常が9900円なんだけど、はい、6930円になってました、はい。なんか、ここのさ、この具合がめっちゃ可愛くない？オーロラっぽくて。可愛いっしょ？ツルツルしてる。いや、素材のさ、後ろはね、多分何もない。じゃあこれ着て、カレーうどん。カレーうどんもいい。ねえ、どれが一番さ、流的に気に入った？流的に？うん。トミーフィルリー？トミーフィルニーの？の、水色の、うん、これ？そう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 、これが一番気に入った？それ着てカレーうどん屋さんには行かないよ。絶対にね。はい、ということでね、今回は全部で10点ございます、はい。トータルいくらでしょうか？つくちゃんちゅんずんぶん、つくちゃんちゅんぱっぱん。4万ぐらい。4万ぐらい？あの、外れたらママにチューしてね。いつなの。4万前後じゃないか。4万前後。じゃあ正解をお見せしますね。はい。ダーン、53,133円です。リュウちゃん。はい、という感じでね、今回もね、リュウちゃんファンの方がいらっしゃると
多分思うのでママにファッションショーしてもらいます。なんでや、リュウちゃんのファッションショーをねやっていこうかなと思います。リュウちゃん準備はいいですか？ OK です。はい、ということでリュウちゃんのファッションショースタート。ヒュー、かっこいい。リュウちゃんさ、ポージングできるか。ヒュー、さすがモデル歴長いだけあるね。ヒュー、かっこいいね、リュウちゃん。わー、ターンも完璧。さすがジャニーズ目指すだけあるね。どうです、意外におズボンぴったりだったね。意外に短かったね。え、結構短いね、ズボン。意外にです、うん。どう、リュウ的にはさ、ハーパンはどれくらいの丈が好き？ここぐらいまであると膝ぐらい。あー、いい、膝丈が好き。ちょっと短かった。そう、ちょっと短かったなるほどね。どう、上の服はかっこいい？いいでしょ、これかっこいいと思うよはい、じゃあ次のお洋服に着替えてもらいましょう。じゃあ、リュウちゃんファッション、ファッション、やー、リュウちゃんかっこいい。水色も似合ってるね。爽やかよ。ちょっとふらついちゃったわふらついてもお茶目で可愛い。これね、すごい肌触り、ほんと可愛いね。水色似合うね。ちょうど膝ぐらい。あ、リュウの好きな丈じゃん。しかもこの組み合わせはね、もうリュウちゃんがこの組み合わせが絶対いいみたいな。お、最初から考えてた、これ。水色と水色のセットアップみたいな感じで着るのが可愛いって思った、うん、いいじゃん、いいじゃん。次次次の服、あ、上だけ変えちゃう感じ。そうそう。キャー、かっこいい、リュウちゃん。いいね、似合うね、リュウちゃん。ユこれも肌触りいいですよ。肌触りいいですか？はい、かわいいね、そのオーロラキラキラしてる。これなんかあの光の加減によって変わるよね。うん、そうそうそう、だから可愛くない？それが、それが可愛いポイントよ。お洋服もさ、やっぱ生地とかさ、服によってはペラペラなやつあるやん。別にそんなペラペラなっていう、ペラペラってわけじゃない。じゃあ次、違うお洋服に着替えてもらいましょう。ショータイム。え、そのショータイムのショーは平野翔のショーでいいかな？いいんじゃない続きましては、トミーとタミーのお洋服でございます。キャー、かわいいね、リュウちゃん。いやー、考えてる考えてる。お、どういうポージングしようか考えてる考えてるからの、こっち向く定番これだけは外せないよ。あ、外せない。やっぱあの水色のズボン可愛い。カラーパンツ動きやすい。動きやすいよこれ。え、じゃあちょっとさ踊ってみて。はい、てて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 、あ、後ろから見るとシンプルね。可愛い。ほら、ベルトチラ見せしてみて。ベルトチラ可愛い。いいじゃん、トミー。紐ベルトだから、ね、紐ベルト、紐ベルトっていうか、あのこれ止めるタイプのやつじゃない。どういうタイプ？初めてのタイプ。リュウ初体験のベルト、これ。こういう感じのベルトしたことない。うん、そうだよ。そうだよ。もうえっつの。続きましてはね、ちょっと上だけ着替えましょうかね。はい。いくよ。受け取ってね。うん。じゃーん、かっこいいね、ポロシャツ。いいね。何その顔。かっこいい。似合うね。シンプルだよね。うん、確かに。なんかさ、うん、ポロシャツってさ、テニスの人。あー、いいねいいね。あ、前から飛んできた、ボール飛んできた、はい、返して返して。え、違うやろ卓球っぽくねで、そんなリュウちゃんは何部じゃあ、次のものにお着替えします。はい。うわー、かっこいい、リュウちゃん、仁王立ち。リュウちゃん、お、お、ちょっと変えてきたね。お、体は振り向き。かわいいじゃん。やっぱかわいい。え、めっちゃ似合うよ。爽やかだね。いいでしょ。うん、超似合ってる。え、どうしたどうした、なんかちょっと踊りたくなってきたの？何の音だろうこれ。うん、何の踊りかな。何のダンスかな。今カメハメハ出したな。あー、なんかこう羽織ってきた感じのは可愛いかも。なんか中1に見えないね。
落ち打ちだよサラリーマンに見えるんだけど35歳って言いてえのか月顔って言いてえのかいやそんな感じでね、りゅうちゃんの購入品紹介&ファッションショーでした。ほら、あれでしょ、最近ママよりちょっと身長高くなってきたよアピールしてるんでしょ目標は何センチ？175。ママのやつも思いっきりデンって抜けるくらい。なんで175がいいの？やっぱ175いいじゃん、キリいいし。分かった、なんで175がいいか。ママの理想のタイプが身長175センチ以上細身のイケメンだからだ。違うね。はい、ということでよかったらチャンネル登録、高評価、ゆるめろ、バイバーイ。バイバーイ。本当はそうなんでしょ、ね、本当はさ、ママのさ理想になりたいんでしょ。ちなみにりゅうちゃろさん、はい、今回、はい、買った服の中で、はい、りゅうちゃろ的一番のおすすめ服は、まあ見た感じとか着てみた感じとかトータル総合計でいうとどれが一番おすすめ？ソニーの、うん、水色のやつ、上下セット。あ、上下セット勝手にセットにしちゃったあのセットが、うん、りゅう的着てみてもやっぱ可愛いかなって、うん、ちょっとかっこいいのりゅうちゃん、その状態でかっこいいポーズしてみて。キャー、かっこいいりゅうちゃん。りゅうちゃんかっこいい。ほっぺたの日焼けの跡がね、またね、なかなかいい味出してる。あ、隠しちゃった何それ、小指キッス？りゅうちゃんのファンさんは小指キッスなの？小指投げキッス。あ、小指投げキッス。うちも変えてみて、変えて、せーの